ます。はい、こちらがパイピングデザインスリーブブラウスになります。品番が C の5197です。はい、お色がまず私が着ているのがアイボリーです。アイボリーはパイピングがブラックになります。はい。そしてこちらライムグリーンです。可愛いお色をしております。ライムグリーンはパイピングがちょっとカーキみたいな、グレージュみたいなカーキみたいな感じのお色味です。はい。そして次がこちらがベージュです。はい。大人っぽいです、一番。ベージュはパイピングがブラウンになります。はい。で、こちらは3色展開になっております。お値段いきます。じゃじゃん。2300円。イエーイ。はい。で、こちらも、発売が3月14日日曜日朝10時からになっておりまして、3月15日月曜日朝11時59分まで送料無料の特別価格でーす。はーい。じゃあ、ポイントいこうと思います。あ、みゆまるさん大丈夫です。ありがとうございます。ちゃんと水分補給もしております。ありがとうございます。はい。では、ポイントいきますね。これは、なんと言っても袖がまた可愛いです。なんかなかなかこういうフリルってここがふわってなってたりとか、まあ、この辺だったりとかに入っているイメージなんですが、これは袖全体ここからこういうシルエットにかけてフリルになっている感じです。で、あのパイピングデザインでここにラインが入っていることによってなんかこう腕がすっきり見える。腕にやっぱねこう。ラインが入るとすごくすっきり見えるような気がしています。で、あのフリルもここにふわっと入っている感じなので、ここがフリフリすぎない感じがまたおしゃれですよね。こうすっきりした感じのデザインです。パイピングがこんな感じですごい可愛いです。なんか1枚でさらっと着てもすごくおしゃれですし、あの意外とフリルも派手すぎない感じがするので、柄のスカート合わせをしたりとかしてもなんか意外とまとまる、コーデがまとまるし、なんか絶妙に合わせやすい。シンプルなデニム合わせもスカート合わせもいいし、柄入ってても可愛いし、かなり着回せそうなブラウスだなと思ってます。はい。で、あと後ろ開きの感じなんですけど、ボタンがこんだけついてます。これもまたねすごくポイントになります。これブラックがついていて、パイピングと同じカラーのボタンになります。ベージュはブラウンです。そしてこの色はカーキっぽい抹茶の色みたいな、抹茶色みたいなお色です。はい。なので、あの後ろこうやって止めづらい場合は、前くるってして前で止めてから後ろに回して袖を通すっていう方法をしていただいたら、こういうタイプは着やすいと思います。はい。ではコメントいきます。これくらいのフリルのが着やすい。そうですよ、けいこさん。説明でホイホイ買っちゃうとありがとうございます。そんな嬉しいです。そう、後ろのボタンもちょっとこうなんていうんですか、立体感あるボタンなので、後ろからこう例えばですけど髪の毛こうやってちょっとアップした時とかにチラッと見えても、なんでしょう、1個よりはやっぱりこれだけあった方がデザイン性があってすごく高見えするんじゃないかなと思います。はい。後ろボタン外さないと着れない、次のやつちょっと着替える時にやってみます。どうやろう、結構空いてるのは空いてるから意外といけるのかな。はい。アウトどんな感じかな。アウトすると長さこれぐらいですね。裾がちょっとこうさりげなくなんですけどラウンドしてます。サイドこうなってる感じのラウンドなので、出してきていただいてもお尻は全部は隠れないですが、程よくカバーしてくれる感じはあります。はい。スカートと合わせて着てみてほしいです。大きいです。じゃあスカート合わせ。スカートが思ったよりなくて、なんかあれってなってるんですけど、ちょっと待ってくださいね。探してみますね。ちょっと着替えてきますね。シワも気になる。シワは私さっき
きインしててそんなにできてはないんですけど、素材がちょっと待ってくださいね。素材がこれがね、レイヨン入ってます。ポリエステル 65%、 レイヨン 32%、 ポリウレタン 3% です。で、洗濯は洗濯機でいけるんですけど、そうですね、ちょっとはできると思います。やっぱインとかしてて出した後とかは若干うっすらついてるので、まだ面が入ってないのでそんなにがっつりはついたりはしないかなと思うんですが、ちょっとはやっぱりシワはつきます。ちょっとスカート、いーちゃん今日ガチガヤル最後のおしゃべりコーナーで、じゃあおしゃべりも言いますね。汗染み検証お願いしたいです。 OK です。じゃあちょっと違う色着てからやりますね。スカートが全然ない。なんでちょっとすいません、さっきのチュールで合わせます。多分チュールのブラウンにこのベージュすごい可愛いんじゃないかなと思うので、それで合わせます。アイボリー透け感どんな感じですか？あ、じゃあ先にちょっとスカートでアイボリーにしますね。ちょっと待ってくださいね。多分黒の、キャミソールとか着ちゃうとちょっと透けそうな気はします。私今ベージュの興味なので全然透けないんですけど、インナーの色を合わせていただく方がおすすめです。ちょっと先にスタート、はい、どうでしょうか。こんな感じです。なんか意外とチュールとかとも全然喧嘩することなく素材感も合いますし、フリルがそんなにね強くないので合わせやすいと思います。はい、こんな感じです。はい、で汗染み検証ですね。汗染みどこにつけようかな。にしましょうか。中があれか、袖に行きます。めっちゃつけてるんですけど、あ、この今私が着ているアイボリーの色でここつけました。これぐらいです。そんなに目立たないですね。これはまだこんな感じです。で、次が今はね、アイボリー着用しております。これがベージュ、ベージュはちょっとアイボリーに比べると少し濃くなる感じがあります。でもめっちゃつけてますよ。ベタってつけてますんで、ちょっとの汗とかのレベルじゃない、もうダラダラに汗かいた時みたいなぐらいです。で、次はい、こんな感じです。これもちょっとベージュと同じぐらいかな、汗染み具合がこんな感じになります。はい、であと、このアイボリーの透け感なんですけど、どうですか。今私、あ、こことかちょっと若干透けてると思うので、インナーは本当にこのアイボリーに関してはベージュ系を着ていただいた方が安心です。黒は多分透けます。はい、で、素材感についての質問が
生地が想像できないんですがツルツルですかといただいてるんですけど、これがツルツルっていうよりかはポリエステル 100% なのでツルっとしてそうに思うんですけど、どっちかというとちょっとしっかりめの生地感やと思います。で、あのレーヨンが入ってるのでちょっとこう柔らかさもあるかな、肌触りの良さもあるんじゃないかなと思います。でもこうツルンとした本当によくワンピースとかによくあるような、ワンピースとかブラウスとかよくあるようなツルツルの生地じゃなくて、もう少しちゃんとしっかり感のある生地をしていますね。はい、になります。はい、肩幅がっちりだとやばいですかね。これがね、そんなにやばさはないと思いますよ。肩幅が、肩線はここにはなるんですけど、ここになったと、もし肩幅がね、私肩幅がそんなめっちゃ広いわけではないんですけど、あとなで型なのでちょっとシルエットが多分変わるかもしれないんですが、肩線がジャストに来たとしてもフリルのデザインとしてはそんなにここが幅がすごくあるようなタイプでもないですし、こういう感じでラインが中に入っているので結構すっきりは見えるとは思います。これが多分パイピングがなかったり、ここがもっとボワッとフリルが強いタイプだと肩幅結構しっかり強調させてしまう場合があるんですが、これはこうラインが入っている感じになるので、まだそういうタイプに比べるとマシじゃないかなと思います。はい、このクリームにミント系のスカート合いそうです。可愛いと思います。これはカラームのボトムに持ってきてもおしゃれだと思います。はい、ではちょっと違う色着てきます。さっきねライムグリーン着てみてほしいってあったので、ライムグリーンに私やったらちょっとインディゴのデニムとか合わせたいんですけど、それでもいいですか、か白、どっちがいい、色白かインディゴどっちがいいですか。もしコメントいただいたらどっちかに着ようかなと思います。はい、みーちゃんサロペット合わせどうかな、サロペットの用意とかないですね。そうですね、ちょっとサロペット用意ご用意ないんですけど、これはその袖のスリーブがドルマンとかではないので、大丈夫です。サロペットで合わせていただいても可愛いと思います。インディゴと白がなんか同じぐらいなんですけど白、インディゴ、白、白、白かな、やっぱりと思ったらインディゴが出てくるというコメントに。あ、これボタン外さなくてもギリギリならいけますね。私普通に外さずしていたんですけど、でもメイクとかがメイクがついたりとか気になる場合は絶対外していただいた方が安心です。インディゴ、インディゴ、あ、今インディゴが多い。インディゴが多いかな。インディゴにします。インディゴで合わせて、白は上からこうちょっとイメージ湧くように合わせようと思います。どっちも見たいってコメントもあるし、ちょっと両方は履けないので。ああ白を合うの想像できるのでインディゴどっちもね可愛いと思うよ。これはのご意見も多いので白は上から合わせますね。これもはい、どうでしょうか。袖のボタンもインディゴです今半分白デニムで半分インディゴのやつあればいいのにめっちゃ斬新なパンツですね。それこっち向いたらインディゴで、こっち向いたら白みたいな
すごい、それは。はい、インディゴにしました。ライムグリーンおしゃれですよね。めっちゃ可愛いと思いますよ。なんかこのインディゴのデニムのこのステッチがブラウンなので、この色合うだろうなと思ってちょっとこれにしてみました。はい、で白もご意見あったので、白はこんな感じです。ちょっと全体的にこう柔らかくしたければ白合わせイメージどうぞ。こんな感じです。ちょっと履いてる風に見えますか？履いてる、ここまで来たら履いてる風になるかな。開けて履いてる人みたいになるから閉めときます。こんな感じ。白も可愛いですけど、私はちょっとインディゴ好きです。このブラウスにで、この、 あの白もエクリュっぽい色も合いますし、真っ白で合わせても可愛いと思います。こういう感じです。見える見える。よかったです。ゆめみさんありがとうございます。履いてるようにしか見えない。よかったです。はい。じゃあこんな感じで、ちょっとブラウス。